大型油田は中国東北部国立交渉に存在する油田である。命名は地名からではなく、油田が建国十周年の節目で発見され、大いに喜んだことにちなむ。1 0 0トル四方に広がる中国屈指の大油田であり、油田の開発は第二次世界大戦後輸入に頼っていた中国の石油事情を一変させた。2000年前後から、 原油生産は減退傾向にあり、天然ガスの生産にシフトしつつある。1960年代の開発時には、多数の労働者を人海戦術で投入。他国の技術をモチいずに施設を完成させたとして、労働者の模範的職場として称賛され、工業では体系に学べというスローガンが生まれた。最盛期には、日本の原油輸入量の3割に相当する。 年間5000万トン以上の生産量を誇った。しかし、中華人民共和国の世界貿易機関加盟により、国際的な価格競争にさらされ、1990年代以降は、著しい合理化が進められた。この結果、労働者の大量リストラ、レイオフが発生。中国では、珍しい退職者も含めた大規模デモが発生した。また、 大規模な天然ガス噴出事故に伴う労働災害が発生するなど中国における労働者事情を語る上で未だ品質するキーワードの一つとなっている中国の原油生産を1.2にない大量生産を続けてきたが2000年前後には採掘される原油に占める含水率が9割前後に達したと伝えられなど生産量は高代期に差し掛かっているまた 排水処理に伴う環境対策などコスト増が無視できない状況になっている。2004年からの世界的な原油価格高騰により、こうしたコスト回収には一定の目途がつくものと考えられるが、中国奥地の油田開発が進むこともあり、かつてのような偏調的な生産は行われないものと考えられる。2003年12月23日、 硫化水素を含む天然ガスの噴出事故が発生。従業員、地域住民243人が死亡。また、周辺住民10万人が一時避難する騒ぎとなった。ありがとうございます。